お元気ですか、ボクシミです。今回は2024プロ野球チップス第1弾開封動画2回目でございます。2回目も10袋でやっていきたいと思います。それではね、早速やっていきたいと思います。1回目はね、白サインが出なかったのでね、せめてね、1枚ぐらいはサインを出したいと思います。それではやっていきたいと思います。ではね、1袋目でございます。こちらね、打点王最多安打の横浜 DeNA ベイターズの牧秀悟選手でございます。新人王の山下俊平太、投手でございます。2袋目でございます。最優秀中継ぎの広島東洋カープ、島内宗太郎投手でございます。千葉ロッテの小島和也投手でございます。3袋目でございます。ソフトバンクの栗原陽也内野手でございます。北海道日本ハムファイターズの伊藤大海投手でございます。4袋目でございます。楽天の岡島武朗外野手でございます。ファーストステージ第1弾サヨナラヒットを放った、広島の秋山選手の、カードでございます。5袋目でございます。で、キラカードね、出ました。読売ジャイアンツの坂本勇人、内野手のカードでございます。本塁打王2回目、楽天イーグルスの浅村秀人、内野手でございます。6袋目でございます。盗塁王2回目、ソフトバンクホークスの周東右京内野手でございます。オリックスバファローズの宗龍馬内野手でございます。失礼いたしました。7袋目でございます。北海道日本ハムファイターズの野村勇輝内野手でございます。楽天イーグルスの岡島武朗外野手でございます。8袋目でございます。で、引き出カード出ました。埼玉西武ライオンズの中村武也、内野手でございます。こちらでございます。読売ジャイアンツの菅野智之投手でございます。9袋目でございます。ヤクルトスワローズの山田哲人内野手でございます。読売ジャイアンツの秋広優斗内野手でございます。10袋目でございます。
楽天イーグルスの、これは小郷裕也、外野手でございます。で最後は阪神タイガースの伊藤将司投手でございます。以上で2024プロ野球チップス第1弾開封動画2回目終わりたいと思います。今回の結果はキラカード2枚という結果に終わりました。またくじけずにね、第3回目ではね白サインカードを目指してやっていきたいと思いますのでよろしくお願いいたします。またね、しばらくの間はねまた開封動画はお休みしますが15日に再開しますのでよろしくお願いいたします。はい、以上でございます。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録をするかしないかは皆様にお任せいたします。ありがとうございました。